ました。ハイアポートの道をだいぶ大阪駅に戻ってまいりました。普通のドライブインで力持ちを買って力持ちの大福を薄い子で食べてきました。やっとバスターコンクールのが食べてまいりました。やっぱ下りは腰にくるねすごい沿道のもみじが綺麗で、紅葉の吹雪も走るし、あーすごい暑い、ふっかの紅葉です。紅葉の時期になってきました。関所行ってみる？関所まだ時間はかかってます。釜飯1時からね、1時から1時19分だっか、その微妙な時間帯。ここの看板には書いてなかったかな。あ、やっぱ書いたね。オートバイ、自転車、自動車等の乗り入れ禁止って書いてあるけど、外人さんが読めなかったのか。わかんないだろうな。はい。で、これね、ラックレールですね。今年の。そして、今、アップトランチを帰ってきて、ここは横川駅。で、ちょっと慰霊碑もう一回参拝しましょうか。慰霊碑もう一回参拝して、そして、関所はこっちか、そっち行かなきゃならないの。よいしょ、グラッシュと、とりあえず荷物を置いて、関所に行きまっか。関所に、よいしょ、どくしょ、はい、人工費由来、
水ジワフルグから東三部というか東北を結ぶ阿東三部、重要な旧道、旧道の一つの鳥の神の中山の地で神秘する神秘と馬子、カゴかな大名行列等で長い明治9年になって国道16、8号線となった空が変更して明治21年馬車鉄道開設、明治26年新越線アブト式の開通、昭和41年複線電化と各種交通機関は幾多変遷を重ねてきました。今新越線廃線にあたり、各種交通機関建設に関わり殉職された方、思わぬ災害や交通事故に遭遇し尊い命を失った人たちを慰霊するため鎮魂碑を建立する有志に願わくば一遍の開封を行わぬことを合唱。じゃあ、石書、ここ、どこだけだよ、こっちだよ。薄い石書。ボタン、コード垂れ下がってるけどいいの？ちょっと下にずってないけど。寺みたいな違うか、あれだよね、薄い石書。あ、書いてある薄い石書。いいかな、近くに話し。東門を復元したものなんです。あ、復元。東門っていうのは本来は下の、これが中山道なんです。旧。うん、そのこっから見ると遠くの電柱がありますね。うん、大きな高い城の木があったりする。あの辺りにあったのが東門なんですね。あ、そうなんですね。はい、で、さらに先に95メートル離れたところは西門があって、うん、今皆さんがいるここの場所が平番長屋っていう平番のね、あの役所が。館が平番の長屋があるこの位置です。あ、はいはい、今下の道は、うん、これ90度にこうに上に持ってくるとちょうど真横にね、うん、イメージがしやすいと思うんですけど、うん、本来はこういう平らなところにもちろん東門があって、うん、でこちらに西門があってで石垣上にこういった屋敷類とお番所があって、うん、お番所っていうのは持ってきた手形を確認、うん、許可する見ながら許可をするね、うん、そういう場所なんです、はい、で今こういったものは明治2年にですね、うん、新しいその徳川幕府がもう終わって全部焼却をしなさいという命令に従ってなくなっています。でたまたまこれは焼却を免れたというか、うん、多少は焦げてる部分が上にあるんです実は東が右の上のね、うん、柱の上が焼却っても焼いちゃうんだね、はい、本来焼かれているところを、うん、あのうまく役人との接触を何度もしたり袖の下を使ってですね、うん、袖の下を使うとかで本当にうまく解体してあの、まあ、目をつぶっていただいて、うん、納屋に運び込んだということが言われてまして、うん、まあ、いくつかの納屋で分けたりしてね、うん、でそれが当時ものであるものがですね、うん、見つかったんですね、うん、昭和のなんか変なものがあるのでこれをって言ったらそれを買いに来た人がいて、うん、それはちょっとということであのあこれが
大事なね石彫のものであるらしいということが分かったので、うん、じゃあなんとかそういうもの全部集まったものを復元してみようということで、うん、形非常に、うん、非常にすごい運命があってここに今、ね、復元されてます。でも このくらいのもんじゃ人が通れちゃうよね。え人が通れちゃうね、もう。そうですね。まあ、でも当時ここに番人がいたからね。ああね門番がいたから。そう。まあ、もっとね、いろいろあの鉄柵、あの竹槍だとかいろいろなここにね、柵がしっかり由来あったんですって。ああ、そうなんですよね。これだね。これじゃ。犬でも猫でも人でもね。犬でも猫。まあ、本来これはあの今こういうナッツの少し上のところに鉄骨の玉たぎにならない形でね復元した形なのでいろいろね、まあ、江戸時代にはこういうの石彫もね、まあ、3、4回は建て替えられたというふうにはねなっているのでかなり秘密にはなってたんですけどね。まあ、でもこれは最後の何部材です。明治、この扉だとかこういう、うん、すごい、この金具類もそうです。この、うんうん、でこういうのあるっていうのはやっぱりここが宇宙の石彫ぐらいなんですよ。あとはみんな板碑だとかありましたよ、石彫がっていうだけで、うん、みんな焼却して灰になってしまったんですかね。貴重な石彫跡ですね。まあ、これも移築っていうかね、最近したんですよけど、ここがね、なんかありますね。うん、100万ですか、100万、100万です。重いですよ、なんか再生箱あんのかな。あ、再生箱あるね。あの上の縦札があるところまでは登れるんですよ。そうするとまた あそこ、まあまあちょっと2、3分かかります。3分ほどかかりますけど、うん、足元悪いけどあそこ行くとまた見晴らしがすごい一段といいので、うん、どうする。そうか、時間でも時間はあもうあれだ、ね、15分しかないね。あ、無理しないでください。ちょっと足場もね、また後で確認します、ねで今あそこが八幡様っていうのでね、あるんですよ。八幡様はここに下ろしてあるんですね。あの、まあ、そう、あそこにあるんです。かっていうなんとこまで行くんだね。まあ、あったんですね。あったんです。まあ、ここを作ったりしてね、あの、セットなんですけれども。橋は登りやすいんですね。最近いや今最近猿が今日もいっぱい出てましてね。猿見えた。あ、会いました。お猿さん。まあ会ってはないですけど。すごいすごいいっぱいいましたね。あ、ならないですか。あ、ボンって当たった。ボンって当たった。ますよ。じゃあまた後で、この8万後に登ってみたいと思います。お願いします。